オープンキャンパスご参加の皆さんこんにちは横浜市立大学国際商学部の模擬講義です今回は YCU で学ぶマーケティングについてご紹介いたします私は国際商学部の柴田紀子です本学でマーケティング関連科目を担当していますどうぞよろしくお願いいたします まず皆さんはマーケティングと聞くとどんなことが思い浮かぶでしょうか例えばこのようなグラフやテレビや動画の広告あるいは商品パッケージ流行っている商品や SNS あるいはイベントなど人によってさまざまかもしれません。これまでにマーケティングについて誰かに話を聞いたり 自分で本を読んだりして学んだ経験がある方もいれば言葉は聞いたことあるけれどもいまいちよくわからないという方もいらっしゃると思います。そこでこれからマーケティングの考え方について短時間ではありますがご紹介したいと思います。まずは良いものなら売れるという,わけではないということについて見て,見ていきたいと思いますが。 その前に皆さんに聞いてみたいことがあります今皆さんの机の周りには何が置いてありますか皆さんは今このオンラインでこの模擬講義にご参加されていますけれどもそこはご自身のお部屋でしょうかもちろんどこでも構わないんですけれどもさあ何が置いてあるでしょうかちょっと見てね、えー、見てください このオンラインに参加しているパソコンなどのデバイスはもちろんだと思いますがその他に文房具それにスマホや資料おうちだったらそうですね飲み物や好きな芸能人のアイテムなどを置いている方もいるかもしれませんね。ささてその机のののの机周りのいろんんなものの中には皆さんが これがいいと思って、えー、自分で買った商品もいくつもあると思います。数ある選択肢の中から、それを選んだのはなぜでしょうか。例えば、ネーミングに惹かれたとか、SNS で見て欲しくなったですとか、どうでしょう、お友達の評判が良かったとか、お店の棚で見てパッと見て惹かれた、えー、などですね、理由はいろいろ考えられます。 これらの理由は実はすべて企業側の努力の結晶ですそこに売れる仕組みがありますこの売れる仕組みを作ることこそがマーケティングです少しマーケティングが登場した背景を振り返って見てみたいと思いますその昔は作るだけで売れる という時代がありましたなぜならば生産量よりも需要の方が上回っていたからですしたがって生産効率のみを追求ししていましたですが時代が進んで動力革命や生産システムの革新によって大量生産が可能な時代になっていきます。そうすると今度は 作るだけでは売れない時代になっていきましたつまり需要よりも生産の方が上回るという構図になったからですそこでいかに売るかどうやって売れるものを作るかという発想に変わっていったんですね今でこそ売れるものを作るなんて当たり前じゃないかと皆さん思われるかもしれませんが あのその当時はコペルニクス的な発想の転換と言われるほど発想や考え方が根本的に変わったわけですそして1910年ごろしし実はもともと「トゥー・マーケット」に「ING」をつけた造語でして販売・広告だけでは捉えられない「 売ることに関わる総合的な活動これを示す言葉としてウィスコンシン大学のバトラー博士が提唱した言葉であって考え方ですこの売れるものを作るためには消費者思考で考え,ていく考えていく必要があります消費者は何を求めているのか消費者のニーズを探索して 市場をよく知るためにマーケティングリサーチを行って消費者のことをよく研究していく必要がありますこうした取り組みを通して作ったものを売るのではなく売れるものを作るこれがマーケティングです作れるものを作って売るというのはこれはセリングでつまり販売であってマーケティングとは言えません さてここで冒頭で申し上げた良いものだったら売れるというわけではないこのことについてちょっと考えてみましょう例えば伝統的な素晴らしい技術があるとか業界的にはすごいと言われるような優れた技術力を持っている企業がたくさんありますが残念ながらそうした全ての企業の商品が しっかりと売れているわけではありませんそれはなぜかというとどんなに業界的にはすごくてもえ素晴らしい技術であったとしてもその良さが消費者に理解されていなかったり今の消費者ニーズに合っていなければ私たち消費者は欲しいと思わないので買いませんよねだから残念ながら売れないという結果になります つまり性能とと価値といううのは違うんですね繰り返しになりますが企業側にとってはとても素晴らしい技術を使った商品であったとしてもどんなに業界的にすごいというものであっても消費者にとってそれがどんな価値があるものなのかわからなかったら残念ながらそこに消費者にとっての価値はないということになってしまいます。したがってマーケティングは 消費者の覚をめぐる戦いいとも言われていますつまりは消費者がどう捉えているかこれをしっかりと把握していくことがとても大事になりますだからこそ消費者中心で施策を考えていく必要があるわけですよく「ものづくり」と言われますがそれはつまり「価値づくり」でありまして どんな人々のどんなニーズに応えるものなのかということをしっかりと計画して自分にとって価値があると思ってもらえるように適切に伝えていくことが不可欠ですさあ、えー、では次に少しだけマーケティングの基礎理論について見てみましょうマーケティングとは売れる仕組みづくりであると申し上げましたが その仕組組みみをしっかりと組み立てていくにはどうしたらよいかこれについて企業と企業消費者と消費者のやり取りも当然ありますが今回は分かりやすく企業と消費者の関係で考えてみます企業は消費者に対して財やサービスを提供して消費者はそれに対して対価を支払います。つまりここには 交換という現象が発生しているわけですこの交換をなるべく効果的に効率的にさらに継続的にこれを行っていく仕組みを作っていくわけですこの交換現象に影響を与えるさまざまな要因の中から企業がコントロールできる要因の最適な組み合わせを決定していきます それにはより体系的な観点が必要となりますだから仕組みづくりというわけなんですね企業側がコントロール可能な要素というとこれは製品価格流通プロモーションなどが挙げられます例えば雨が降っていると買い物客が減ってしまいますよねまあ企業としては お天気自体,自体はさすがにコントロールすることができないわけですが雨の日セールを実施するなどして客足を伸ばす工夫というのはできますよねこのようにマーケティングとは売れる仕組みづくりであるわけですではどうやってこの売れる仕組みを作るのかと言いますと 市場を構成する消費者のことをよく研究してターゲットとする消費者のニーズに合うように製品価格流通プロモーションといった企業がコントロール可能な要素をうまく組み合わせてマーケティングを組み立てて実行していきます。まとととめるとマーーケティングというののは人々のニーズを喚起し 充足するための手段を提供する活動であって価値の提供を行う活動であると言えます以上のように物の生産から消費までの商業活動について考えるのがマーケティング論ですそして各部分に対応する研究領域がこのようにあります このようにマーケティング論が対象としているのは企業の中だけではなく市場つまり顧客とのコミュニケーションです企業活動にはそれぞれの役割を持ったさまざまな戦略がありますでその中でもマーケティング論はこの顧客ニーズの収集やニーズ創造のメカニズムあるいは 流通業者との関係といった内容にまで唯一踏み込む学問領域ですそしてニーズを充足するための手段を提供する活動なので組織で働く人にとってだけではなく個人で働く人にとってもこのマーケティングの考え方というのは生かされますさらに言うとこのマーケティングの考え方は例えば政府・ 行政といった社会活動や学校病院などの非営利組織にも導入する動きが昨今一層進んでいますまた企業企業が自社の利益のみを追求するのではなくて社会全体の利益向上を考えて活動する社会志向のマーケティングの動きも進展してきています さあでは最後に横浜市立大学でマーケティングを学ぶ学生たちの活動の一部を簡単にご紹介いたします座学形式のマーケティング論や消費者行動論といった科目で理論や考え方をしっかり学んでいきますが学びながら実践し実践しながら学ぶというスタイルでも学習しています 企画立案型実習 A 神奈川山岳という実習形式の講義では広告会社と連携して広告物の制作を通じてマーケティングを学ぶというテーマで実施をしていますこの科目は私が担当しているのですが2021年度は地元横浜の南部市場の企業と食堂のポスターを制作し実際にこのように採用していただいています ちなみに今年度はこの授業でラッピングバスのデザインとキャッチコピーを制作しました今年の夏なんとこのうちのどれかが実際に横浜市内を走る予定ですまたこれまでにはマーケティングのゼミの学生たちが横浜市大生や卒業生の横浜市大に対する愛着をもっと生み出すために コーヒーというオリジナル商品を企画販売してこのようなポスターも制作していますさらに SDGs をもっと身近にそしてお魚の良さをもっと知ってもらうというコンセプトで大手スーパーマーケットと地元企業との連携によってお魚お弁当という商品の開発と販売を行ったりもしてきました。 その他では横浜中華街との連携活動をこれは学部の枠を超えた複数のゼミで行っておりまして横浜中華街の未来につなぐファン作りといいう活動を始めています。こうした学生たちの取り組みは学生たち自身が学外のコンテストなどで発表しておりまして高い評価をいただいています。 さあこのように大学で専門教育を学ぶということは知識をつけ自ら考え試行錯誤を繰り返しながら実践し自分のものにしていくということだといえます。だからこそ向き合う努力や追求する気持ちこれがとても大切になってきます。さて最初の部分で マーケティングって何だと思いますかと尋ね尋ねましたが、いかがだったでしょうか。ぜひ横浜市立大学でじっくりと学んで考えていただけたらと思います。以上です。ご清聴ありがとうございました。